悪ふざけすぎたんかな。どうした、振られたか。わい、隣人さんに怒られたんを。悪ふざけとは、何したん。隣人さんところピンポンダッシュしたった。小学生か、今時の小学生してるか。知らんけど、言われてみればそういったの聞かなくなった気もする。ワイの周辺、子供がいないだけかもしらんけど、なんで、そんなちっせえことすんの。だって、暇やったんやもん。理屈もちびっこと同等やないかい。そんなんに暇なら働けや。いややて、悠々自適なニート生活を知ってしまったらなかなか抜け出せないぜ。いやいや、親にいつか愛想つかされるだけやて。そうそう、ニートが楽とかそう思ってるのも今のうちやな。先のことなんてどうでもいいもん、今を楽しまなきゃ。人に迷惑かけて楽しむな。それで、イッチは何回ピンポンしたんや。今回10回目、なんか知らんけど、ブチギレられて帰宅したところや。さっきの話か、それは、インターホンをした回数？それとも、犯行回数か？犯行って、まあ回数やで。1回2、3から10回はピンポンしたかも。ほんま、アホか。イッチ何歳だよ。36歳児やで。でかいチビ。小さいのは頭の方。みんなひどいわ。わい、暇つぶすのに必死やねん。働けや。そっちの方が楽やし、将来の心配は減るで。働いてても心配なものはあるでしょ。いやいや、自分でどうにかしようって力はつくだろ。そっちの心配が少し減るってことが言いたいんや。いいこと言うな。確かに何もしないよりはしてた方がいいわ。だから働け。それはいやいや、それに働いてたとしてもそれが毎日なら平凡な毎日になってしまうやろ。ニートが言うなや。暇人が言うなや。平凡な日常に飽き飽きしてたんや。それでな、スリルを味わいたくてピンポンダッシュしたんよ。理由と思考が小学生の域や。そうそう、人に迷惑かけるような暇つぶしすな。いやいや、あのな、いくら小学生や言ってもちょっとはしたい気持ちになるやろ。嫌ならんけど。ちょっと付き合ってよー。最初は続ける気がなかったんやで。それに一回だけのつもりやってん。ほうほう、それもあかんけどな。じゃあ、何がイッチのスイッチ入れたんや。隣人さん、身長ちっちゃくて可愛いおじいちゃんなんやけど、思いのほか反応良くてすぐ出てきたんよ。善良な年寄りを狙ったんか。それがな、リスさんとか可愛い感じでな、可愛くておもろかったんや。じいちゃんかわいそう。じいちゃんに世話になったことなかったんか。あったよ。ちっちゃい頃、よく飴ちゃんくれた。がっつり世話になっとる。思わだで返してるのくさ。その話だと結構年いってるじいちゃんじゃね。かわいそうすぎるわ。腰曲がっててそうで、杖ついてそう。腰は、曲がってたかな。でも、元気に毎日散歩行ってるよ。鬼畜すぎん。うちのばあちゃんがそれされてたら俺泣くわ。おばあちゃん思いなんやね。優しい。イッチが優しくしたれってそのじいちゃん。だからって、リスちゃんみたいに残って出てきたら可愛いって思っちゃうもん。それが楽しくなってやめられなくなったや。他の方法で可愛がってやれて。いや、いたわってやってくれ。小柄なじいちゃんが毎回足腰痛がりながらやっとこさ玄関たどり着いたら誰もいない状況を考えてみ。かわいそうすぎるて。そう言われてみたらそうかも。イッチ全然反省なし。悪いって思ってるのか。ないな。で、どれくらいやったらそんなことなったんや。繰り返していたら7回目で隣人孫が出てきてブチギレられたんを。じいちゃん、毎日ピンポンなるのに誰もおらんて息子に話してたんか。じいちゃん、孫ちゃんに相談だなんて。その孫ちゃんって、イッチと同じ年くらいなんちゃうん。多分同じ年、鍛えてそうながたいしてたじゅ。めっちゃ迫力あってビビり散らした。その時、次やったら警察やって言われた。そらそうだ。いたずらイッチに、迫力満点のマッチョのお兄さん。いいざまだ。迷惑にならんやつやれ。ある程度迷惑がってもらわないたずらにならんやろ。それはそうだが、そんなんに暇なら働けや。イッチ今までの職歴は？働いたことあんの？美容学校卒で最初は美容室働いてたで。働き始めて最初は頑張ってたんやで。偉いやろ。美容師なんか、9割ブラックイメージ。好きと本気が強くないとできないだろ。イッチならすぐ辞めてそう。3ヶ月は頑張ったで。ほんで、練習とかばっかりで楽しくなかったんや。実際にそれくらいで辞めていくやつもおるらしいな。イッチなら3日で辞めたって言ってもおかしくない。やっとわかってくれた？頑張ったでしょ？わい、ガチ寝なきゃダメな体質で全く合わなかった。過酷すぎて辞めたら、気づいたら10年ニートやってた。3ヶ月の50年、美容学校行ってたくらいならおしゃれ好きなんやないの？好きだけど、たまにおしゃれするくらいで良くなった。たまにでも金かかるやろ。メイク代、服代、ヘアケア代バカにならんぞ。かかるけど、マッマが小遣いくれる。マッマ甘やかしすぎだと似た。わいも。最初は小言言うけど、それさえ我慢したらあんまり困らない。マッマかわいそう。おしゃれに興味あるならって繋げるのは良くないが、イッチは彼氏欲しいとか思わないんか？思わないよ。ワイが一番可愛いもん。最強ニート。やろ？ワイ、最強やねん。誇るべきではない。いい加減働け。やだ、もう、ブラック無理。そんなブラックだらけとは限らんやろ。いやいや、小遣い増えるで。それでもいやや。それに出かけなければ金かからんもん。それはそうだが楽しいか？暇くそつまらん。綺麗になって止まるかすれば楽やで。もうアラフォーやで。話術も鍛えたらええやん。ちょっと働いてみてさ。あ、もともと美容師さんやったね。
なら、ワンちゃんは術だけでもいけるんちゃう？外見が整ってればの話やな。そのために養子磨くんや。そのために働くんやで。そのための一環と思って頑張りや。そういえば四つ目でアラフォーのそういう女おったな。へえ、マジポ？ちょっと検索してくるわ。お、おう、行った？マジ検索しに行った？あれ、本当だ、言っていない。本当に行った？みたいだな。ニートって謎の行動力あるよね。まあ、大抵が目先のことと自分のことだがな。おバカは頭の中は平和でも迷惑をかけちゃいけないよ。次は、夜間バイトを困らせた食いしん坊ニートの話を紹介するよ。非行女ニート Y32、コンビニ店員に無理やり揚げ物作らせたらブチギレられた。Y の絡まるゲクーン。どうしたどうした？ワン、食い損ね単語。Y の愛しの絡まるゲクーン。そんなに好きなんか。あれ美味しいよね。何味が好き？ Y、レグラー派。レモン派だし、普段から唐揚げにはレモン結構かけてる。レグラー派やけど、普通の唐揚げにはレモンかけるで。勝手に盛り上がらんといてくれ。食べ損なって今もダダこねたい気分なんや。今もと言ったか？言ったんを。何したんや？ Y、我慢できずに店員怒らせて帰ってきたんや。はい。店員怒らせてだと？こんな時間に？揚げ物はさすがにやってねえだろ。さっき言ったら、怒られて帰ってきたんを。はぁ？今12時やろ。揚げ物って深夜早朝やってなくね？それさっき初めて知ったんを。知らなかっただけだろ。何で店員に怒られたんや？我慢できなくてさ、無性に食べたすぎて、ダダこねてしもた。くさ、小学生以下か。おもちゃコーナーでダダこねてねだるちびっこと変わらん。ちなみに言っていくつや？32歳児、女の子なのを。笑えん。笑っとるやないか。そうかそうか。じゃあ、いっちちゃん、32歳のさっきまでのダダこねっぷりを再現してよ。何よ、その子供扱い。まんまやろ。なんなら自分でも言ってたぜ。反論する余地ないはずや。もう、失礼すぎるわ。まず、Y の目的は最初から唐揚げやったんや。まず、夜中に揚げ物買いに行く女は太っちょかけるくらいしか知らん。だから、ほんま失礼なやつやな。そんで、唐揚げがレジ横空っぽでなんなら、レジ横の色々とフライヤーみたいなの洗って干してあったんや。そら、そのくらいの時間はそうやろな。ダメ元で店員にお願いしてみたらもうこの時間帯は揚げてませんって言うねん。ダメ元で聞いたなら諦めて帰れ。最初はちゃんと諦めようと思ったんやで。Y、偉いやろ？偉くないわ当然や。結局結末は諦められてないのに言うなや。ひどい。そこ、褒めといて。ほんま、32歳児や。そこらのちびっこより脳みそちっちゃい。でな、手ぶらで帰るのもで、雑誌読み始めたんや。なんとなく、パターンわかってきた。俺マルチページの評価見、見てしまったんや。あれ、毎回おいしいの書いてあるやろ？腹減ってるのに見るなや。わざわざ誘惑に飲まれに行っててくさ。ほんま失敗したわ。写真とか見てるとお腹空いてきたんよ。アホ、くさ。どうしても、今すぐ絡まるゲクンが食べたくなってな。作ってもらえないか聞いたにゃ。普通にダメだろ。逆に特別扱いはないで。なんで？お客様は神様やろ。それ、もう古い言葉やで。店員にも店にも守るものあるねん。でもどうしても食べたかったんやもん。フライヤーを洗浄して使わない時間があるんや。いろいろ衛生面とか安全面で決まりを統一しとるんやで。そんなことより食べたかったにゃ。いやいや、一人のために大量の油なんてもったいなすぎるし、手間もかかるだろ。もう我慢できなくなって、あげるように頼んで無理やりレジんとこ入ってん。たまる時か。店員からすれば狂気で脅威。食い意地がたねえ。今すぐやってってお願いしてフライヤーとかいうやつセットしようとしたけどやめられたんを。あかん。ほんとイカれてる。この時点ではポリスメン呼ぶわ。店員がもやし男やったけど、怒るとすっごく怖かったけど頑張ったんよ。頑張るとこ違う。頑張るところそこじゃない。レジのところ出された拍子に床にこんにちはになったんや。それでも食べたい食べたいダダこねたらブチギレられた。警察呼ばれなかっただけでも感謝しとけ。なんで？食べたかっただけやで、お金も取ってないのに。やばい、このイッチ、一般常識も理屈通じねえ。じゃあ、聞くが、飲食店で閉店間際ダダこねたら食べさせてくれるか？食べたい人いたら、食べさせてやるべきやろ。先歩譲って、それは相手の善意か行為やで。よほど小さい店か、小さい子供を抱えた母親ならワンちゃん開けてくれるやろな。でも、何も困ってないのにそれはガメついってもんやで。なんで？食べたい人には食べさせればいいだけやろ。それをしてくれて当たり前って思ってるのがガメついんや。なんで？わからん。ダメだこや。一致の理屈、食い意地で成立しとる。一致の食い意地理屈で世の中回ると飲食店は過労しすぎて倒れるわ。違いない。さっきから食い意地パネーみたいなことばっか言ってワイがデブとか思ってるんやないか？え？違うんか？え？それで痩せてるとか勘弁してくれ。乙女になんてこと言うんや。乙女って年か。じゃあ、何キロだよ。100キロ。もっとあるやろ。5。正真正銘のデブやろがい。夜中に油物食べたら太るで。そんながめついから太るんや。どうせ、働きもせずぐうたらしてたんやろ。はいはい。Y はデブで食べるのが大好きな32歳児ですよ。うん、知ってる。なんなら最初の一言で確定してた。でも、Y かて、最初はちゃんと学校行ってたし、働いてたで。
どんな仕事なん？高校卒業してから、1ヶ月くらい飲食店で働いてた。たった1ヶ月？まさかの飲食店勤務経験者。学習能力がなさすぎる。いや、想像力の欠如でしょ。飲食店勤務ってことはまかないとか楽しみに仕事選んだんじゃね？大正解。好きなご飯屋さんのまかない食べたくてそこにした。やっぱりか。なんで、一致好みのまかないが出る店に就職したのに辞めたんや？まかない食べすぎて怒られたんや。食い地がたねえ。どうこしてるわ。ワイも店主なら、一致みたいなの雇いきれん。みんな冷たいな。結局食べてもいいまかないが少なすぎたし、体型的にも、いろいろきつい仕事だったし、いろいろ毛に食わなくて辞めたった。ああ、太っちょの仕事続かない理由って動きにくさと息苦しさがあるんやね。やっとわかってくれた。まあ、その後ずっとニートやってる。そこ、喜ぶとこちゃう。ここまで食い地張ってるとマッマとパッパ、ギスギスに痩せてるんじゃね。パッパもマッマもデブよ。それは見た感じ迫力ありそうだな。食い地は誰に似たんや？それはマッマかな。パッパは食べるより飲む方でブクブクや。ブクブクって、家族みんなでそんな感じなんか？パッパとマッマちゃんと働いてるで。一日何時間食べてんねん。ワイも気になった。考えたことないなぁ。でも、お菓子とか入れたら一日中何か口にしてるかも。そのうち病気になるぞ。うまいもん食べれない病気になるぞ。それいややぁ。すでに女であることも捨てて人間も捨てかけてるやろ。運動嫌いやろ。食べる以外生きてる意味ないもん。だからって死にたくもないやろが、一致に食わせてるマッマとパッパは一致の病院代も払わないといけないんか？働いてないからそうなるわいな。いや、両親も太っちょなら先にそっちが倒れるんじゃね？ええ、それ困る。親を便利屋とか ATM にすんな。なら痩せろ。なんでワイが痩せないといけないんや？痩せたらきっと、味覚が研ぎ澄まされるぜ。どかどか食べるよりも、ちゃんと味わって食べる方が味ってわかるらしいで。ちゃんと働いたら自然にある程度痩せるから。ダイエットしろ。なんでみんなひどいんや？親不孝だから。太っちょニートだから。ダメすぎるから。32歳児だから。みんなひどい、ワイから食べる楽しみ取らんといて。そんな言われてもな。まあ、ニートで肌ツヤスタイル3拍子揃ったやつはいないな。あんな食い地お化けになりたくないもんだ。あれ、一致消えた？もうよくね。食い地は張っても、ただコネまでは人前でやるもんやないよね。次も非常識なまでに食い地を張った女ニートの話を紹介するよ。地方女ニート Y53、某牛丼チェーン店にご飯持参して居座ったらブチギレられた。Y、聖地から追放されてきた。聖地ってなんや？ご飯代の節約のためにしたことなのに、Y のどこがあかんかったんや。何事？出禁食らったんか？ Y、さっき某牛丼チェーンに行って怒られて帰ってきたとこ。何したら怒られるんや？やばい気しかしないが興味あるから詳しく、話してくれメンス。Y、飯まず女でババアなんよ。だから、牛丼を食べたくてご飯も持って行ったんや。アホか。なんで？そこから間違っとる。どこから？常識的に、飯屋に飯持参はないで。飯まず女はちゃんと米も出店の出したやつおとなしく食べとけ。いくら飯まずでもな、ご飯炊くのだけは極めてるんや。他のご飯嫌なんよ。自分の家で飯食えや。いやいや、ご飯は嫌やけど、タレ、牛肉、トッピングは譲れん。あれだけでご飯何杯もいけるんや。なら、テイクアウトして我が家で食べれ。それも考えたけど、やっぱり店がいいんや。自分の家の方が落ち着かね。店の雰囲気がええねん。どこにでもある平凡な作りなはずやで。ああ、なんとなくわかったわ。要するに一致の家汚いんやな。ははは、バレてもうた、大正解。大正解やないわ。でも、家汚くて店で食べてたなら週どれくらいでお世話なってたんや？週5くらいで、多い時は朝夕2回行ったこともあるで。ほぼ毎日やないかい。金かかるやろ。だから米の分だけでも節約したかったんや。ダメすぎる。ちなみに、参考までに菊がどれくらいのメニューでどれだけ飯食べたん？牛丼一杯で持参した白米に、タレ、ドレッシング、紅生姜とか調味料をかけて食べたら何杯でもいけたんや。それで、どれくらい白米持っていったんや？ご飯茶碗にはいくらい入るタッパー3個。わい、白ご飯大好きなんや。そういう問題じゃない。まあ、それを毎日繰り返していたら今日、店員さんにブチギレられたんを。もう、出禁レベルだわ。呆れた。非常識すぎる。どう言ったらそんななるんや？子供でも飲食物は外から持ち込まんぞ。一致、ニート歴何年や？20年近くかもしらん。ほぼ働いたことないやろ。一応大学は出たで。卒業旅行は一人で全国食べ歩きしたくらい食べるのが好きなんや。何、その健全な太っちょっぽい言い訳。若い頃は割と健全やったで。だけど、就活失敗と失恋が被って以来一気にどん底。暴飲暴食してたら一気に巨漢の仲間入りや。ほうほう、それで性格まで横柄になってもうたのか？いやいや、もともと横柄なんじゃね？何？その性格が先か、事件が先かみたいなやつ。だって、それ20年も前のことやろ。いつまで引きずってだらけてるんや。いやいや、同期と少し足並み遅れるとさ、取り残された感あるじゃん。あれに耐えられなかったんや。気づいたら、そのままズルズル。その年になるまで気づかなかったんか？今期どころか、孫いる年だろ。ここの人ほんま失礼なやつやな。そこまでなるほど入りたかった会社ってなんや？食品もクーカーの開発ができる部署。
まあ、食べ歩きして回ったのは息吹になったんやないか。なのになんで落ちたん。味覚音痴と体型で落とされたと思っている。はあ、もしかして食べ歩きってただ食べるだけやったんか。味わうでもなく目で楽しむのと現地に行くこととお腹満たすことだけやったんや。それ、何か切ないな。その事実に絶望したのはあるな。男に振られたのはなんでなん。 B 線じゃねえわ、鏡見て思い直せってはっきり言われたんや。それはひどい。相手のスペックは。ガチイケメン、学園一のスペックやった。立地には合わなすぎるやろ。みんな大好きハイスペクンや。気持ちわかるやろ。気持ちはわかっても釣り合わないって思うやろ。まあ、男の振り言葉はエグいから、とりあえず就活と失恋に関しては同情したる。それで、あとの20年は暴飲暴食に火がついてガメついババアの仲間入りしていったんやな。最後の一言多いわ。ガメつい非常識ババアに言われたないわ。何やて？とりあえず、失った20年を取り戻すべく何か働けよ。そうそう、まだまだ清掃業は雇ってくれるはず。今さら働くわけないやろ。しかも清掃業、体力仕事すぎて無理。自分で稼いだ金で、怒らせた店でたら復職ったれや。いいこと言うな。わい、結局これ、本当にできんくらったのかな。くらってなくても二度と行くな。稼ぐまでは。それか、料理の腕上げろ。二度と外食しなくていいように。何ハモってるんや。とりあえず、わい、もうあの店行けないのか。行っても見張られてんぞ。気持ちよく飯食えないのは確実。わい、あの店の常連だったんを。自業自得や。悪い客エッチが来なくなったら、店員の精神的苦痛が減るもんさ。ひどいな。結局わい、どうしたらいいん。とりあえず、店行くな。まずい駅礼にしろ。仕事しないならカジキはめろ。テイクアウト制。店内禁止や。食べることしかもう興味がないねん。その食べに行くことが楽しくなる部屋作れや。すぐ散らかるて、店で食べたい。店員からジロジロ見られながら食べるんか。片付けるよりはマシ。終わってるな。イッチが通ってる店、完全に出禁にするかしかないやろな。言われてもわからんと思うし、そうなってから慌てるようじゃ何言っても無駄じゃね。そうかもな。イッチいなくなったな。何言っても無駄って思ったんじゃね。くさ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。これからも面白いイッチを紹介してきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。